はい、よろしくお願いします。今回は、数3の微分とはについてやっていきます。で、タイトルにあるように、ここから新しい章の微分のスタートです。で、今回はポイント1問あるんですけど、全部で3問問題がありますので、ぜひね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、まず、微分って何っていう疑問がある方とか、あとは問題の解き方に不安をね、覚えた方なんかは、今から自分がね、全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ちょっと左に寄ってるんですけど、右にポイントちょっといろいろ書きますんで、開けといてくださいっていうか、もしね、ノートに移す方なんかはね、ちょっと意識してもらえたらと思うんですが、まず、微分が何なのかっていうところから確認していきます。で、このね、問題の解き方を先に見たい方は早送りしちゃってください。で、ポイントの中から行きましょう。関数 fx がありますと。それのほにゃららを求めることを微分と言います。で、何かっていうと、これね、問題文にも入っちゃってるんですけど、まあ、導くに関数で同関数ですね。これを求めることを微分と言います。まあ、言葉だけだったらこれで OK です。じゃあ、その同関数を求めてる微分、それは何なのかっていうと、ちょっとざっくりいきましょうか。じゃあ、x 軸だけ書いておきますね。で、ある関数がありますと。で、まぁ、ちょっとわかりやすいように二次関数でいきましょうか。こう、二次関数があったときに、微分っていうのはもうキーワードは接線です。接線。で、ある点を決めたときに、例えば、じゃあ、ここにしましょうか。こっちいいか。ここにしたときに、ここにおける接線って書くことができますよね。まぁ、これだったら、まあ、こんな感じになるのかな。で、もちろん、こっちとかに来れば、接線が、傾きが負の状態の、ちょっと離れたけど、まあ、こんな感じになりますよね。まあ、点における場所において変わりますけど、接線がありますと。で、その接線の傾きを求めることが微分です。ざっくり言うとね。接線の傾きを求めることを微分。で、今からこの問題は、同関数の定義に従って微分しなさいっていう問題なの。これ、ただ単に微分しなさいだったら、ほぼ1行か2行で終わります。これはもう少し先の勉強出てくるんですけど、ほんと簡単なの。ルールさえ覚えちゃえば、微分っていうのは。ただ、同関数の定義に従ってっていう、まあ、定義テストとかでよく出てくるパターンなんですけど、そうすると、ある公式を使って長ったらく問題と途中式を書かなきゃいけなくなるのね。で、その公式が何かっていうと、ちなみにこれ f'(x) といって、これ同関数です。fx を微分したものは f'(x) と書きますんで、それも覚えておいてください。で、こいつの公式が、再びリミットがね、出てくるんですけど、リミット h を0に近づけた時の、h 分の、ここがちょっとめんどくさくって、fx プラス h マイナス fx と。これが公式になります。で、こいつは絶対に覚えておいてください。これ同関数のね、公式ね。ちょっと囲っときましょうか。白黒で見にくいですけど。これね、覚えておいてください。で、こいつを使っていこうと。で、例えば今、ある点においての、ね、接線の傾きって言いましたけど、じゃあもし、ここがね、これが x が1の時だと。で、x が1の時の傾き求めたいな、微分したいなって考えたら、この f'(x) の x のとこに1を入れればいいんです、全部。そうすれば1における、まあ、微分というか傾きを求めることができますよ、みたいな。それが微分です。やってることざっくり言うとね。じゃあ、問題には実際解いていきましょうと。で、このね、定義に従って微分しなさいなので、まず、まあ、公式通り f'(x) を書きましょうと。で、リミットの h を0に近づけます。で、h に関しては、この公式使うときいじれないので、そのまま言ってください。で、問題は上で、fx プラス h。これは、fx が今こう与えられてますよね。x のところが x プラス h にしろよと言ってるので、x のところが x プラス h。つまり、x プラス h 分の2になります。今、左上のここです。で、引く口頭の fx はね、そのままで構わないので、こうなると。で、これをあと整理します。このままね、H0 に持ってっちゃうと不定形になっちゃうんで、こう整理していきたいと。じゃあ行きましょう。で、リミット、H を0。で、これ H 分の1、ちょっとめんどくさいんで、俺前に書いちゃいますね。で、分子の部分、これは、通分していきます。で、ちょっとこっちやろうか。通分すると、まあ、こうなりますと。で、こっちには x が足らなかったんで、x をかけて 2x になります。こっち側ね。で、引くことの、こっち側には x プラス h が足らなかったんで、余計にかけてるからね。だから、分子にも x プラス h をかけて、こうなります。通分すると。で、分子ね、整理すると、マイナス2配ると、これ消えるんですよね、ここね。だから、マイナス 2h だけが残ります。つまり、かける、x プラス h、まあ、x まで出した方がいいか。まあいいか。こうなって、マイナス2と。こうなりました。あー、後で。h がなかった。h になりましたと。で、そうすると、h が約分で消えるんですよ。こうやって。つまり、リミット h を0に近づけるところの、x まで出すか。x カッコ x プラス、h 分のマイナス2となりました。で、これで h を0に近づけることができるので、h のところに0代入します。そうすると分母が x2 乗になるので、つまり残ったのは、マイナス x2 乗分の2となって、これで終了という形になります。で、もしね、テストで出された場合は、確実にこれ途中式書かされるので、だからちゃんとこの公式使って計算しましたよっていうのがわかるようにね、こういう風に解いてみてください。で、ルートになりましたけど、こっちも同じです。やり方としてはね。ちょっと左から行きましょうか。3番。同じように f'(x) やっていきましょう。で、まず、公式通り行くと、リミット h を0に近づけるところの h 分の、で、x のとこに x プラス h を入れるから、x のとこに x プラス h を入れて、ルート x プラス h プラス2、引くことの、引くことの fx を入れるから、ルート x プラス2とこうなります。もう見た感じめんどくさそうですよね。で、0で、また h 分の1を出しましょうか。出して、で、ここなんですけど、これは、有理化を、していきます。これのね、プラスバージョンを、分母と分子によくかけましょうと。そうすると、分母に x プラス h プラス2プラスルート x プラス2をかけましたと。で、分子は、かけましょうか。x プラス h プラス2マイナス、待って、絶対入んねえや。下書きますね。これ一回消しちゃいますけど、まあ大事なとこなんでね。x プラス h プラス2、マイナスルート x プラス2、カッコ閉じ、そして、今ね、分母に書いたやつですね。プラス2のプラスバージョンの、これをかけましたと。で、そうすると、これまあ公式でね、こいつの2乗、引くこいつの2乗、今使ってる公式は、これですね、展開の x2 乗マイナス y2 乗が公式なので、これが x、これが y です、今。で、こいつの2乗っていうのは、ルート2乗したらルート消えるだけなんで、つまり、x プラス h プラス2が出てきます。これ x2 乗ね。で、引くことの y が今こいつなんで、こいつの2乗はルート外れるから気をつけるのは、ちゃんとカッコをつけましょうと。で、こうなる。そうすると、マイナス x、マイナス2なんで、ここ消えるんですよね。綺麗にこうやって。で、h しか残らないと。こうやってね。よいしょ。となりました。で、そうすればさっきと同じで h が消えます。約分で。なので、残ったのは、リミット。少々お待ちを。ルート、x プラス、h プラス2、プラス、ルート x プラス2分の1です。で、h を0に近づけるんで、h に0入れましたと。そうすると、分母がルート x プラス2、足すルート x プラス2、同じなんで、2、ルート x プラス2分の1となって、これで終了となります。いいかな。まあ、自分がこの形でいいと思うんですけど、もし、まあ、先生がね、こう、分母にルートを残すなよ、みたいな、ことを言うようだったら、ちょっと変形というかね、まあ、マイナス何乗とかにしてもらったらいいと思うんですけど、まあ、これでいいかと思います。まあ、最初にも言いましたけど、本当はもうこんなことをやらなくてもすぐ出せます。慣れたらここいけるからすぐ。一発でもいける。こっちも慣れればいける、一発で。っていうぐらいにね、出てくるんですけど、そういう知識がね、やり方が出てくるんですが、ひとまず今回は同関数の定義、こいつをね、まず使えるようになってほしいので、その解き方、それを使った解き方もここで押さえてください。では、今回はね、数3の微分のスタート、微分とはやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。